熊野川の河口、海に開かれた新宮市に社殿の朱塗りも色鮮やかな熊野早玉大社は鎮座します。現在の社殿は昭和に再建されました。熊野本宮大社に参詣した人々は熊野川を下り、河口にある熊野早玉大社に詣でました。熊野早玉大社は国宝十分を含む計1204点もの御神宝類を所蔵していて、神宝館ではそのうちの一部を展示しています。熊野早玉大社の参道を進むと凪の神木があります。樹齢800年と言われ、凪の木としては日本一の巨木で、国の天然記念物に指定されています。葉は強靭で光沢があり、熊野比丘尼は五王法印とともに木の葉をお守りとして配りました。河口に近い熊野早玉大社は、もともとは海の民の信仰から生まれたと考えられています。波しぶきの水滴を男性的な生命の象徴として崇拝し、神が生まれました。神輿が船で渡御する御船祭りは、信仰の起源を今に伝えています。